暑さが戻ってきた東海地方。名古屋栄です。正午を過ぎました。手元の気温計では33度。風が吹いているので多少涼しくは感じるんですが、この強く照りつける日差しでかなり暑く感じます。午前中から高気圧に覆われ、昼にかけてぐんぐんと気温が上昇。最高気温は名古屋で 29.3 度、岐阜で 30.4 度などと真夏日となるところも多くありました。結構やっぱり照り返しがすごいですね。直射日光が割と痛いです。ちょっと歩いて会社向かってる時とか、結構汗でシャツがひつくような感じで。一方でこんな声も。寒かったか出てくる時はね。暑くないですか今は。暑い。だから向こうどっか座るとこ探して脱ごうと思ってるの。名古屋市の今日の最低気温は午前5時ごろに観測された 16.9 度。1日の寒暖差がおよそ12度もあり、街中では体調を崩しがちだという人の声も聞かれました。やっぱりだるいなっていうのは、そういう時は感じますね。寒暖差による体調不良について専門家は、自律神経がその気温の変化についていけなくなるっていうのがあるんですね。急に暑くなってしまいますと、体に熱がこもってしまうので。さらに佐藤医師が指摘したのは、この時期特有の梅雨だるという症状。湿度が高いと皮膚から蒸発する水分が減ってきてしまいます。そうすると汗をかけなくなるのと同じぐらい体の中に熱が溜まってしまうので、非常に体が重く感じられるようになってきます。汗の量が減ることで体に熱がこもるなどし、体調を崩してしまう梅雨だる。その対策の一つが、そう、かき氷です。名古屋市中区大須のかき氷店。今日も涼を求める客の姿が見られました。今年初かき氷ですか？初です。ふわふわでした。外から来た時よりも涼しくなったのでよかったです。佐藤医師によると、体温調節が慣れていない体を中から冷やすとともに水分補給もできて一石二鳥だということです。冷たいものを入れれば体の中から冷えてくるので負担が減るっていうことなんですよ。この時期に店がおすすめするのは、はちみつレモンヨーグルト。レモンとヨーグルトを合わせた自家製のシロップをたっぷりかけて、ふわふわのホイップの上に蜂蜜がかかっています。腸内環境を整えるというヨーグルトに加え、蜂蜜で栄養補給ができるということで、体調を崩しがちなこの時期にぴったり。ヨーグルトのさっぱり感が夏らしいですね。という間に体の芯から涼しく爽やかになっていく、そんな気がします。この時期特有の梅雨だる、さらに他の症状に悩まされている人も。天気が崩れる前後とかは結構すぐに頭痛くなっちゃいますね。台風の時でも結構体調変わります。気持ち悪くなるぐらい頭痛くなっちゃって、天気がやっぱり曇りとか雨の日にそういう症状が出ることが多いような気がします。佐藤医師によると、天気が悪いときは低気圧が接近して気圧が下がるため、神経のバランスが崩れ頭痛などにつながるといいます。体を動かすようなストレッチとか簡単なスクワットとか、ぬるめのお風呂にゆっくり入って、お風呂の中で少し汗をかくっていうことを毎日続けられるといいと思うんですよね。そういうことをすると自律神経が整ってきて、
そういうようなものを取り入れていくといいと思いますね。